シンガーソングライターの福山雅治が昨年2020年12月27日に開催した初のオンラインライブ、福山雅治サーティースアニブアルバムライブ、アキラのブルーレイ&DVD 化が決定した。7月28日に発売される。福山は音楽デビュー30周年を迎えた昨年、新型コロナウイルスの収束が見込めない中、すべてのライブが中止になったとしてもクリエイティブ活動は止めないと固く決意し制作した6年8ヶ月ぶりのオリジナルアルバム、アキラをリリース。アルバムタイトルには、福山が17歳の時に他界した父の名前を付けた、アルバム、アキラで書いた音楽世界を一本の映画を見るかのような、通常のライブとは違った。映像作品として表現するという福山にとって初の試みとなるプロジェクト、アルバムライブ、アキラがファンからの熱望を受け、アーティストオンラインショップアスマート限定で発売となる。収録内容はオンライン配信されたものから映像作品としてのクオリティを追求し、新たに CG 演出が加わり、パフォーマンスシーンのカット割りも再編集。さらに映画のような世界観をより実感できるよう前編を通して色彩調整が施される。またサウンド面も福山本人が再度スタジオに入り新たにミックスが行われ、さらなる高音質なライブ音源に。約2時間の本編映像に加え、スペシャルアンコールブロックとしてファンクラブ会員のみに披露された Dear 恋の中も収録する。さらに特典映像としてバックステージの模様を追いかけたメイキング映像を収録。予想もできなかったデビュー30周年イヤーでも新たな表現に挑み続けた福山による、まさに総合芸術とも言うべき本作がどのようにして生み出されていったのか、さながら壮大な試みがなされているライブの実験場ラボを舞台にしたドキュメントシーンが収録され、リアルタイムで見た人も何度も堪能できる内容になっている。ライブ本編を切り取ったトレーラーもオフィシャル YouTube で本日より公開。収録内容。アキラ校暗闇の中で飛べ革命ポップスター漂流せよ友恵学園失敗学甲子園帽子新音幸せのサラダ1461日聖域いってらっしゃい00始まりがまた始まってゆく彼方でアンコールディアー恋の中メイキングオブサーティースアニブアルバムライブアキラ